どうもコンピューター宇宙と申します。よろしくお願いします。ちょっと僕特技を身につけました。特技あ何身につけ徳川十五代将軍、これすらすら言えるようになりました。あすごいじゃん。ちょっと披露してみて。あいいですか。じゃあすみません、いただきます、徳川綱吉、徳川家継、徳川家継。ちょごめんごめん、はい、なんで3代目から言うんだよ。1代目から順番に言ってくる。あ、これね、オリジナルの覚え方で覚えてるんで、これ仕方ないんですよ。オリジナルの覚え方ってなんで？背の順？背の順？はい、徳川十五代将軍、背の順で覚えました。そんなやついないから。うん、徳川十五代将軍、ビジュアルで覚えるやついないから。でも、綱吉を先頭にこう15人並んでるんですよ。想像しやすいでしょ。想像しづらいって。先頭で綱吉がこうしてて、他の10人が小さく前ならしてんの、想像しづらいから。そんな覚えらんないから。うん、覚えても無駄だよ。でも、綱吉の身長、124センチですよ。ちょっと面白いんかよ、おい。女子小学生ぐらいしかないんかよ、おい。いいえ、いいから。ちゃんと1代目から順番に言って。はい、名前覚えたんだったら1代目から順番に言えるだろ。わかりました。じゃあ行きます。徳永秀明。徳永秀明なわけねえだろ。いい加減にしよう。どうも。ありがとうございました。さあ、改めまして、コンピューター宇宙よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。ちょっと漫才見させていただいたんですけど、はいはい、こっちがツッコミなのね。ああ、そうです。そうなんですよ。すいません。逆で言われがちじゃない。あ、そうですかね。わかんないです。そのライブ界隈ではキャラが浸透してるんで、はいはい、あ、なるほど。こっちが、いや、おバカキャラじゃないですけど。あ、そのタイプ。やらせていただいております。はい、ハッシュアピール、すいません。よろしくお願いします。はい、アデシャー。こういうタイプね。はい。なるほど。もう感じ取っていただきたい。もちろんもちろん。あんまり好きじゃないタイプ。おい、ちょっと。いや僕らは、うん、今日の収録、うん、その相方が井上さんと似てるっていう理由でなぜかそオファーが来たんですよ。それはね、顔が、はい、いや、どうなんですかね、はい、キャラクター性というか。キャラクターが、いや、もう全く一緒です、本当に。いや、全然ちゃうと思うよ。明るさとか、はい、とかでもやらせてもらってるんで。俺そんなアホ売ってないで。いや、そうですよね。そのつもりではあるんですけど、すっごい同じ匂いします。で、ブティックは、あ、ブティックやめと申します、はい、よろしくお願いします。なんでこういう芸名になったの？あ、もう、もともとピン芸人で、あ、ブティックは闇でやってて、はい、ピンの、まあ、で、相方と出会ってみたいな感じなんで、うん、はい、今で何年目？このコンビを組んで5年目です、ね、5年目です、ね、5年目か、はい、キャリア的には、はい、僕が9年目、あ、やってるね。あ、いい、やらせてる。意外とそうなんですよ。9って言うと、意外となんか引かれちゃうんです。そうやな、意外と9やってて、で、僕は11年目やってるね。やってます、はい、意外とやってる、やってるんですよ。やってる、はい、普段は漫才をやってるの？いや、普段はコントなんですけど、ちょっとまあせっかくなんで、ちょっと漫才見ていただき、見てもらいたいなっていうので、同じことを繰り返さない。はい、せっかくなんでちょっといやいや、俺が見たところで何にもないで。まあ、いや、そんなことないですよ、そんなことないです。いや、でも、うちの相方に見てもらうと。いや、まあ、そりゃそうなんですけど。はっきり言って。やっぱ大変ですか、この5年、コンビを組んで5年。ああ、そうなんですかね。でも、僕ら、うん、こう見えて、仲悪いんですよ。嘘やん。こう見えて。多分、お互いの、そう、やりたいことがもう違いすぎる。もうあかんやん、ほんとに。僕はどっちかっていうと、いや、それか大喜利とか、うん、あと、もともとハガキ職人だったりするんで。あ、ストロングスタイルや。だし、ちょっとこう、作家さんとかそういうのもやってみたいな、うん、みたいなのがあって。だから、麒麟の川島さんに近いとね。あ、川島さんも元ハガキ職人だし、ね、山里さんとか。あ、同じタイプ、はい。あの辺がすごい目標ではあるんですけど。うん、ほんで、はい、いっぱいテレビに出たい。わかりやすい。ああ、なるほど、はい。いっぱい出たい。その部分で俺と似てんのか。あ、それはそうだ。何でもやってるんで。ああ、はい、だから僕結構いろいろ掘り出したらたくさん出てくるんですけども、うん、そのまず切り絵がすごい得意で、まああんまり自分から掘り出したらたくさん出るとか言わん方がいいと思うけどな。ちょっと今日実は切り絵持ってきたんで。あ、そうなの。はい。すみません。結構相方が、うん、ちょっと切り絵来てどうぞもらってください。え？はい。これ切り絵な、はい、カッターナイフで切ってね、はい、こうやって多分すごっ。なんで一番切り取ってほしくないとこを切り絵にしてんの？ハサミで切ってるとかじゃなくてカッターナイフとかで細かく切ってるんで、はい、ほんま、ほんま、すごっ、はい、一応なんかそれでちょっとアメトーク出させてもらったりとか、うん、あ、すごいやんか。あと実家が町工場で、うん、軽トラキャンピングカーっていうのを自分で作って。何それ？そこで今暮らしてて。うわー、すごいことやってるやん。売れるのに必死でしょ。売れれば何でもいいから。売れるのに必死でしょ。え、軽トラなの2台？はい、2台に小屋を建てて、それ乗っけて、それ法律大丈夫なん？あの、これすごくて、うん、あの、軽トラの上に荷物が乗ってるっていう扱いなんで、うん、あの、まあ、全然あの住んでてもセーフらしい。車の中で何しても別にその迷惑かけるのをしなければ車中泊をずっとしてるようなみたいな感覚だと。へえ。2年半やりました。え、じゃあ今日も
基本的に都内は駐車場代高いんで、電車で来てます。動かしてないんですよ。それはさ、はい、全現場その車で行った方がええやん、ね、せっかくなら。いや、もうすごいですよ、駐車場代。え、知ってるよ、うん、東京歴俺の方が長いから高い。それが家賃だし、うん、はい、そうやね。え、それもだから売れたくてやったの。いや、そうです。だから3年ぐらい前に、うん、もうバイトして、うん、ライブしてをずっと繰り返してて、うん、キングオブコントが準々が最高だった。すごいやんか。いや、こんなんやっても売れねえだろってなって、うん、バイトを1回全部やめたんですよ、うん、1年発起してね。で、それ3ヶ月ぐらい経っても何も変わんないから、うん、もうじゃあ住んでる家も出ようと思って、うん、で、家出て何ヶ月かホームレスしながらそのキャンピングカー作って、うん、そこで住み始めてからなんか仕事が本当に増えたんや。めっちゃ増えて、で、ギリ生活できてないっていう状態で。できてないの？ギリ生活できてない。そのやっぱ今事務所からのお給料で平均5万円ぐらい。まあそんなもんか。と、まああと切り絵がちょっと結構売れてるんで、それで合わせて10万いかないぐらい。売ってんねや。なんかボロい商売みたいにしてて、うん、なんかお守りみたいなのを切り絵で切って3000円ぐらいで売りつけてるんですよ。アデシャお守りっていうのがあって、新興宗教と同じような形で。で、合わへんねや。まあ、合わないでしょう。まあでも合わないからこそ、もうお互いこうやるべきことがもう決まってるとか、うん、僕はネタ作り担当なんで、うん、もうネタ作るのにまあ一生懸命になればいいかなっていう感じで、うん、だほんまうちの相方と同じタイプや。あ、近いっちゃ近いかもしれないです、うんうん、その大きな喧嘩はあんの？何回もありますよ。この前だって僕がネタを飛ばしたんですよ、うん、そしたら怒ってきて。当たり前やろ。ありがとうございます。ありがとうございます。飛ばして謝れよみたいなことを一回言われて昔に、うん、まあ、それは俺が謝るの引く手くされたら良くないなと思って、うん、飛ばしたらごめんなさいって謝るようにしてるんですよ、はいはい、で、この前も、まあ、2回ぐらい続けて飛ばしちゃって、うん、その時に、あ、すいませんって言ったら、あーってやられて、うん、いや、まあ、あ、なんかイライラしてるなと思ったから、もうここ関わんないでおこうと思って着替えたら、え、なんで飛ばすのって言われたり、うん、いやいや、それは俺もわざと飛ばしてるわけじゃないし、もちろんね、なんでそんな怒るんですか、うん、いや、俺はお前のそういうなんか改善できることがあればいいなと思って話しかけてんのに、なんで喧嘩越しなのみたいなこと言ってくるんで、いやいや、その気持ちがあったらはぁってやんないから。もうこれはもう自分がちゃんと完璧にネタやりたかったのに飛ばしやがってのこのはぁがもう俺ムカついちゃって、しかも何が悪いってこっちも飛ばすんですよ、めっちゃ。はいはい。で、なんなら賞レースとかの大事な時に飛ばしたらこっちなのに、なるほど、俺は飛ばしても別に何も言わない、うん、その、まあ、仕方ない、誰でもあることなのに、まあミスはね、飛ばしたらめっちゃ言ってくるんで、うん、ちょっともうバーンってなっちゃった。お前ら解散するやろ。いや、でもそれでも今までのコンビで一番続いてるんですよ。意外とね。外とそれはあゆみくんが、はい、あ、いや、もう相方もです。僕も意外と5年も続いてるコンビなんで。なかったんやん、お互い。なんで組んでるかっていうのが、うん、やっぱそのネタをやっぱいっぱい考えてくれるっていうのが、ありがたいよな。ここのありがたいが多分一番あって、うん、多分芸人って芸人に認められると芸人じゃないじゃないですか。まあまあ、やってる側はそういうふうに思うよね。だから例えばこれで僕がネタを全くやってない1回戦落ちとかで、うん、キャンピングカーやってキレイやってますってなったら、うん、わ、しょうもねえ芸人だなって思われるんですよ、うん、ただやっぱネタで一応準々決勝とか M1 も3回戦とか行ってるから、あ、ネタもやってて、そのそういう売れるために必死なんだっていうのがあるから、うん、ってこと。感謝はあるわけやろ。いや、もちろんもちろん。お前のターンすんだ、お前のターンすんだ。お前のターンすんだ。何？お前のターンすんだね。言うの？お前のターンすんだね。こいつネタ飛ばしたら、うん、すぐ帰ろうとする。そのもう怒られたくないから、怒られたくないからすぐ、うん、で、その謝るって言ったじゃないですか。謝るもごめんなさい、へへへみたいな。あ、ちょっとふざけてんねや。ごめんなさい、へへへ。そう、犬みたいな感じで。で、まあネタ飛ばすとかも当然今いろいろあって、うん、まあコンビだから仕方ないよ、ね。仕方ないよ。でもなんかそのなんでそんなことするんだろうみたいな、うん、細かいのが、もう細かい部分がすげえ気になる、うん、タッチというか。おう、なんか事務所でネタ見せがあって、うん、事務所のマネージャーさんとか、うん、まあ作家さんとかいて、うん、で端っこになんか若い女の人がいたんですね、うんうんうん、で事務所の若い要は新しく入ったデスクの人が、うんうんうん、まあ、僕はよろしくお願いしますって相方もあお願いしますみたいな感じで言ってるんですけど、なんかそわそわしてるんですよ、ずっと。あの、ちょっといいですかって相方がその若いデスクの人にそのいや、なんか元カノに顔似ててなんかニヤニヤしちゃいました。なんでそれ言うの？なんでそんなこと言うの？それはそうやわ。違う違う違う、聞いてください。めっ
ちゃ似てたんですよ、その元カノにな、はい、おえってなっちゃって、うん、こんな似てることあると思って言っただけで、芸人に終わった後、うん、実はアンデスクさんめちゃくちゃ元カノに似てて、ね、だったら分かるんですけど、うん、そのネタ見せ終わった後、なんか元カノに似てて、うん、ニヤニヤみたいな、はい、分かりました、でも俺が悪いでいいです、もうこれはこの言い方腹立つやろ、なんで組むってなったのよ。もともと僕太田プロデビューじゃなくて、もともと松竹にいて、でまあコンビ解散して、で太田の人と組んで太田に入ったんですね。ああ、なるほどね。で1年ぐらいコンビ続けたんですけど解散しちゃったんです、うん、で相方も同じタイミングで解散しちゃったんです、うん、でまあユニットみたいな感じでちょっとキングオブコント出ようかな、うん、みたいな感じで最初、うん、なんかスタートしたんですけど、うん、本当にそのキングオブコント出るように作った2分間のネタ、うん、1回戦2分なんですけど、うん、初めて舞台で下ろす、うん、で、まあ、まあ下ろして正直全然手応えはないんですよ、うん、でああちょっと厳しいなって僕は思ってたんですね、うん、でそしたら相方がそのネタ終わった後、いや今までやったネタで一番ちゃんとしてましたっていう、はい、僕があんまりだなって思ったネタが一番良かったんですよ価値観ずれてるな。まあでも、まあ、そう言ってくれても嬉しいよな、まあ、嬉しいじゃん、うん、ネタ書く側として、うん、まあなんで、まあ、せっかくならやろうかって感じで、まあ、そのままずるずる続いてる感じ、はい、初めて台本っていうものを見て何してたん今まで。台本がなかったらしいんですよ今まで。そのべしゃり暮らしを見て終わり始めてるんで、その変な人相方とちょっとフィーリングでこうやっていこうみたいな、あれできるダウンタウンだけ。俺らはあれをやりたいけどできないこと分かってるから練習するわけや。それを練習もなしにずっと5年ぐらい続けてたんです。へえ、すごいな。でもだから相方のあゆみくんが書くネタこんなすごいんや、はい、っていうのでグッと心が震えたわけやろ。はい、そうなん、グッと震えたんですけど、やっぱ俺も芸歴重ねていけばお笑いも分かるし、今後どうしていけばいいかみたいなのもすごい分かるんですけど、やっぱ多分お前は分かってないと思う。いや分かったんですって、俺全然好きになれないいやいやいや、ちょっと僕意外でした。なんか、絶対井上さんにハマると思ってました。なんなら俺この後謎解きとか一緒に行こうかなって恥ずいっすよね俺の趣味に。あ、ちゃんと僕調べてはいます。いやっぱそういうところで。いや無理無理無理。いやいや僕も嫌です。テレビに出たい、はい、は似てるかもしれんけど、はいはい、気質が違うもん。え、分かる、その同族嫌悪みたいなことですよね。違う違う違う分かります全然違うね。いやでも乗り越えます、本当に大丈夫です。ちょっと井上さんは苦手かもしれないですけど、うん、はい、結構いや先輩付き合い上手くて、例えば事務所だとアルコ&ピースの酒井さん、土田さんとか。あ、土田さんとか。土田さんにハマってるのがすごいことやんか。僕もう音楽が本当大好きで、それで言ったらヤバい T シャツ屋さんの小山さんとかでよく一緒にあのサウナ行ったりとか、10フィートの直樹さん、すごいやんか。最近はチャンスさんとずっと仲いいです。いや、その悪い言い方みたいな言い方してる。いや、なんかオチみたいに使うのよ。すごいから、チャンスさん。一番可愛がってもらってるのに、オチに使うのよ。ほんと、夏になったら毎朝一緒にプール行くんですよ。チャンスさんと区民プール行って。でも、それ相方からしたらどうなん？そういろんな売れてる人に可愛がってもらってるのは。それは全然いいことというか、まあ、僕めちゃくちゃ苦手なんで。あ、そっち側が。はい、すごいなって。で、外交要はやってるわけやんか。あ、まあ、そうですね。外交は外交。で、まあ、ネタ書いたりしてて、で、どうなの、その自分的にはもうちょっと自分が頑張ったら、いやもう一個上行けんのにはあるの。そうっすね、まだそういう、まあ、さっき言ったキングオブコントとかも、まあ、順々止まりっちゃ止まりなんで、自分がネタ書く能力がもっとあればなっていうので。やっぱ思うねや。もうめちゃくちゃ僕メンタル弱くて。あ、そうな、はい、ちゃんとお薬飲んでますだからもうこんな、うちの相方と一緒やん。ネタ書いてる時だけ楽になるんですよ。あ、逆にな。はい、だからなんか繊細なんすけど、繊細に思われないんですよね。いや、それ太ってるもん。そう、そう、太ってるいるんすよ、太ってても繊細な人いる、ね、いるんですよ、ね、メンタルが弱くても飯食えてんだよ、ね、いや、そうなんだ。うちの相方はガリガリやから、わかるやん。メンタルやれたら飯に行っちゃうんすよしかもなんならなんか結構散歩が好きで、毎日何キロ何十キロって歩いてるのに太ってるのが理解できなくて、似てるな、ほんま石田と。ああ、石田も散歩とかマラソン好きやから。ああ、そうですか。じゃあだいぶノンスタイルさん。
いや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 、こっちも似ててね、俺らとはちょっとちゃうけど、まだ相方は自分で井上さん似てると思ってるし、似てないってすごいです、ほんとどこかやねん。お兄ちゃん、お兄ちゃんって呼んでいきたいです。お兄ちゃん、お兄ちゃん全然ちゃうやん。すごい一緒です。もう I know you're gonna dig this。 最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。